とりあえずリオデジャネイロ五輪を目指す。それはもちろん、まあ、一つの目標として残しておきたいなというのは、まあ、長いプランの、まあ、目標なんで、まあ、そこはまあそのなんかその気をずっと張らずに、まあ、気軽に行くじゃないですけど、まあ、記憶の片隅に必ず残しておく気持ちで、まあ、あの時間は3年ぐらい、その、まあ、長い期間なんで、まあ、そこは、ね、あんまりこう煮詰めてもしょうがないんで、まあ、ゆっくり体作りとかなんか意識するんですか、そういう年間通してなんで、まあそこで少しずつ体を変えていくぐらいでいいと思います。ちょっと難しいですよね、その例えば、いや、競輪で勝つのと競技で勝つのとはちょっと違うんで、そう、まあ、単純にタイムを出す体作りとかにすると、うん、どうしても競輪の方では、まあ、難しくなるんです。競輪は何回も踏まないといけないし、その、まあ、開催日数も長いし、まあ、それもありますし、まあ、アンクの集中も全然違うので、やっぱりそこのなんかコーナーリングの感性とかもやっぱそっちに一回慣れると戻れないんですよね。250度、45度とか40何度なんで、一番感度がある前橋でも30何度しかないんで、感性が全然違うんですね。やっぱり難しいんですよ、特に今回走って分かりました。まあ、インドに行ってって、そうですね、まあ、まあちらも室内の2号なんで感性が全然違います。まあその中で立川ダービー、まあ準決しっかり決まって20、24歳になったんですね。そうなんですよ、昨日付けでやっとなんか、まあ、昨日のレースを走って24になったんで、まあ、反省のある24歳になりましたけどね。あれはデビューもう6年か7年5年目です。まだ5年目か、はい、19デビューなんで僕は、はい、ちょうど5年目ですね。そうなんです、はい、年食いましたよ早い段階で、いや早い段階でほら注目されてたじゃないですか。確かに、まだ先行してるのかぐらい先行してるからね長いプランですからね、もう3年やってますからね。本当にこの G1 の初流出をしてからもう3年経ちますからね。いろんなことあってるもんね、その3年で長いありすぎる。まあそんな中でもまあ、一個ずつなんか成長できればなっていうのはやっぱり一個あるんで、本当に一つ一つですよね。そうですね、はい、本当、まあ、ちょっと怪我されてるけど、リチナさんとかのこの2人で、そうですね、まあ、まあ、もちろん僕も怪我ないわけじゃないんで、やっぱり、まあ、去年のオールスターの決勝なんかでもやっぱ落車して、まあ、気持ちもちょっと落ち着いてきたかなぐらいな時なんで、結構長引いてるんですね。そうですね、競輪さんなんかもそんなにいい状態じゃなくて治れなかったですね、やっぱり、うん、まあ、そんな中でもやっぱり千田さんはやっぱ大きい存在だったんで、あれいい経験になったんですか、そのグランプリ出場争いみたいな、争いかけるためのその心境なんかをちょっとこうやっぱり千田さんもその時期があったっていうのもあったんで、まあその勝ちにやっぱりやっぱレースにやっぱり一つ一つ覚えていかないとダメなんで、まあいい勉強になったと思います。大きな1年間という感じで、去年は特に大きかったですね、はい、これまだちょっとじゃあ熊本ダービーの準決勝もいいレースだったんですけど、今回の準決勝また期待してますね。そうですね、やっぱり勝負はしていこうと思ってますね。明日本当気持ちいいですよね、準決勝。気持ちよくないんですけどね、あんまりね、その前回そんなにその前走が良くなかったので、はい、日曜日の分と反省いたして、はい、名変上で、はい、頑張ります。ちょっと一言、何の一言ですか。ダービーとオリンピックは全てに向けて、まあ、ダービーに限らずだと思いますけどね、僕の場合はやっぱり、どうしても、まあ、みんながグランプリ出場を、まあ、こう期待してるって中なんで、まあ、それに応えられるようにと、まあ、それも一つの目標としてありますし、まあ、オリンピックももちろん目指すために、まあ、頑張りたいと思います。まあ、応援のことをしてくれれば。